ではまず講師をお願いします。はい、そうですね、ディープというね、日本で、まあ、メジャー団体で言ったらね、やっぱりライジンやと思うんですけど、そのライジンを抜いたらディープって総合格闘技の中でトップやと思うんで、そのディープさんとね、こうして、戦えるっていうのはすごく光栄で、楽しみにしてます。皆さん楽しみにしておいてください。では再現でお願いします。はい、まずあれですよね、これどこまで話してるのかね、なんでこうなったかっていうところから話になると思うんですけど、それは後ででしょう。それは対抗戦の対抗策の話、なんでこうなった話、そうそれはもう伝えてください。うん、これが、はい、あ、俺が伝えたわけですか。いやいや、まずそのそうですね、もともと浩司君と僕の接点が、まずそんな結婚の出会いはみたいな。いやいや、そういうことじゃないの。いや、まあ、あのチーム1にね、杉村っていう、はい、うちの元チャンピオン、はい、強いチャンピオンがいまして、まあ、そのセコンドとかね、はい、やってるところから、浩司君と、付き合いが始まって、まあ、絶対だっていらん、いらん、その付き合いの話は。まあ、いろいろありまして、まあ、で最近は本当にまたライジンで大活躍して、僕はもう陰で見守る感じになって、ちょっと今、芦沢派に今か、変わろうかなと。何の話言うてまあまあ、もともと何か一緒にできないかなっていう話はしてましたし、今鈴木アナいますけど、鈴木アナがもう成り上がりに対してすごく愛が強くて、リーグにもありますよ、ね、うん、飯食うときも成り上がりの話ばっかりするんですから。そんなことです。僕も真面目にアマチュアとかちゃんとやるのとか、ね、いろんな話をしてる中で、まあ、若干ね、オーディションとか見たときに、まあ、今、まあ、なかなかいろんな乱闘じゃないけど、そういうのが、ね、そういう感じに見えちゃう部分もあるんですけども、まあ、本人もアマチュアも含めて成り上がりをちゃんとした大会にしていきたいっていう思いがある中でいうと、まあ、何か一緒にできればいいんじゃないかなっていうことで、今回はい、そこまで説明するやつですね。もう、もうしゃべっていいやつですね。あ、まあ、そもそもね、成り上がりって自分がこの団体を作らせてもらった時に言ってたんですけど、格闘技界って絶対エンターテインメントと、実力、この2つが絶対必要やと思ってて、どっちが欠けてても盛り上がらないと思うんですよ。エンタメだけで実力がないのもダメですし、実力があってエンタメ性が全くなかったらプロとは言えないと思いますし、お客を呼べないんでね。だからこの2つを、自分の成り上がりは取りに行こうと思っていて、で完全にね、実力派のディープをまず食ってやろうと思って、再起代表にね、喧嘩を売りました。でこういう形になったので、必ず、ディープを潰そうと思っております。はい、はい、そうですね。はい、この対抗戦の詳細につきましてはですね、まあ、特にディープ VS 成り上がりのカードにつきましてはですね、今回の記者会見では、まあ、2部構成になっておりますので、第2部の方で詳細について、はい、説明をさせていただきます。そういう意味では、今回の大会の中では、もちろん成り上がりとの対抗戦もあるんですけども、ディープの公式戦と成り上がりの公式戦も行います、はい、それに関してはもう通常のディープの公式戦は2試合行います、はい、まずはそこに関してからの、発表をお願いします。はい、はい。